アドンさん、北部泊まりですか？北部じゃないよ、今。北部なのかな？今なんだろう？どこにいるんだろう？ちょっと待って。地名がわかんないんだよね。今ね、なんていう場所なんだろう。元部町とかいうところ？元部町？元部町？ エンジェル・ギノワンとかね、トムさんとかが有名かな。エンジェル・ギノワンとトム。でもまあ閲覧少ないよね。有名配信者は少ない。いつ新宿？いつにしようかな。帰りたくなったら。元部か。元部っていうところにいるんだけど。元部にいる。チョコミントいらっしゃい。元部からどこ行こうかな。なんかおすすめのところある？美ら海行ったでしょ？あと、ひめゆりの塔は最後の方に行くとして、名護って栄えてるの？いや、どうしようかなと思ってさ、北向きで一周してもいいんだけど、なんか、微妙なんだよね。リスナーさんのリアクション見てると、沖縄一周、なんか、微妙そうな感じがするんだよね。どうしようかなと思って。車ないんですよ。あ、ウォーキングなんですよ。リスナーさんで車出してくれる人いたら助かります。モンさんいらっしゃい。読谷村。読谷村。お疲れ。みつこお疲れ。免許ないよ。俺免許ない。読谷村？読谷村が面白いの？読谷村どこにあるんだろう。あと、旅費。誰かリスナーさん止めてくんねえかな。なんか沖縄で止めてくれる人いないかな。もう金がすげえかかる。やばい。琉球村？琉球村？琉球村？今俺がいるのは元部町だって。元部町かな。もう読み方が独特だからわかんないよね。うるまは行ったでしょ？沖縄市。那覇から沖縄市に行って、チャタンも行ったでしょ？チャタンは大きかったね。車で歩いて移動する。車とかバスでもいいんだよな。バスでも。1時間に1本ぐらいしかないね。バスで名護に行って、名護からうるまに行くのかな。結構大変だね、やっぱり。北部は何があるの？北部。超待つよね、1時間に1回だし、俺言われたもん。そこら辺に立っててくださいって。で、沖縄のバスは遅れたりとか、早くなったりとかするんで、20分前にはいて、1時間待つ覚悟でいてくださいって言われたんだよ。適当だよね、本当に。やばくない？バス1時間待つんだよ。もう遅れたりとか、早くなったりとか余裕であるんだって。ざっくりすぎるよな。
あ、リコリコいらっしゃい。ざっくり言うと超綺麗。南は歴史を知れるディープなところが多くて。国際通りのある方。でもさ、あれだよね。リコリコハートありがとう。黒バス推しさん、お風船ありがとう。ワドツ。北の方行ってももう多分さ、畑とかサトウキビ畑を延々と見ることになるじゃん。それで面白くするって難しくねえか。どう？みんなはさ、沖縄一周配信って見たいの？今、だからその元部町にいるわけじゃん。元部町からぐるーっと北部まで行って、ぐるーっと、うるま市の方に行って、ぐるーっと、糸満とかに行って、那覇に戻るって配信見たい？だったらさ、元部町から名護行って、うるま行って、沖縄市行って、なんだっけ、北、ぴょんちゃん？ん？チャンピオン？なんだっけ、チャタンに行って、意味わかんないじゃん、だって。別にいいんだよ。普通に俺が苦しむところ見たいんだったら歩くんだけど、それ、かそるだけなんじゃねえかと思って怖いんだよね。トキお休み。勝手に止めてタッチションしてた。やば。やばいよね、ほんとに。美ら海水族館行ったんだよね。美ら海すごかったよ。美ら海、そっか、ツイッター上げてねえのか。美ら海やばいよ。美ら海ね、もうすごかった。どの写真見せようかな。なんかね、うまく撮れなかったんだよね。これとか。サメ？サメです。サメでガブーってやってるのとか。あとでツイッター上げないとね。サメがすごかったね。サメでっかいの、サメが。サメ超良かった。サメいいわ。ジンベエザメってこんなでかいんだと思って。美ら海水族館すごいでかい。あとね、自然も綺麗。今は一人だよ、先っぽ。今一人だよ、どうしたの？あ、先っぽ車出してくんね。え、先っぽ、沖縄じゃなかったっけ？先っぽ沖縄だっけ？あ、どうなんだろう。陶芸とか、琉球ガラスとか作りたいよね。そういうのはどこでやるんだろう。琉球ガラスも作りたいな。ジンベエザメすごかった。でもね、俺マンタが好き。マンタだっけ？ふわーって飛んでるように泳ぐの。あれはかっこよかった。マンタで合ってると思うけど。マンタだよね。ああ、みつこおやすみ。また明日来て。マンタいいよね。こうね、ふわーって綺麗に、ふわーって、ふわーって。本当に飛んでるみたいな。鳥と同じ動きだ。超気持ちよかった。なんかゆっくり泳いで。ガラスは、恩納村。琉球ガラス、恩納村。今いるところなんだっけ？琉球ガラスっていうかさ、玉あるじゃん。琉球のアクセサリーに使うの。あれすごい綺麗だよね。なんて言うんだっけ。
あれすごい綺麗。女村はどの辺にあるのか。ちょっと待って。今いるのは何だっけ？元部町？ん？ 本当に困る。本部町。本部町。元部長か、ありがとう。女村はどこにあるんだろう。はい、クリポーいらっしゃい。トンボ玉。トンボ玉作れんのかな？沖縄、トンボ玉、名護の下？本当だ、琉球ガラス、アート体験、本当だ。名護の下だね。ああ、こんばんは。おー、キング花々いらっしゃい。今ね、ちょっと誰が車出してくれる人いないかなと探してるの。みかんさんフォローありがとう。トンボ玉。あ、ほんとだ。名護の下だね。名護の下か。北谷の上って感じだね。トンボ玉体験、海の。ガラス、ティダ工房。ティダ工房が有名なの？匠工房も有名？ティダ工房。ティダ工房が一番有名じゃん。ティダ工房行ってみたいかな。ティダ工房。ちょっと待って。ティダ工房。トンボ玉でアクセサリー作ってリスナーさんにプレゼントするか。ティダ工房。トンボ玉、なんか、リスナーさんにアクセサリーいっぱい作る。トンボ玉、まあ、いっぱい作って。で、なんか、アクセサリーにして。超可愛いよね、トンボ玉。なんか、トンボ玉のネックレスが売ってて、ホテルの売店にすげえ綺麗だったの。すげえ綺麗だった。嘘。
いくらぐらい歌ってた？まあ、長井先生だよ、だって。長井先生だよ。それは打たれるでしょ。オープニングだよ、しかも。長井先生がふわっち来たってすげえよな。いくらぐらい稼いでんだろう。だって、FC2 でも200万ぐらいいくでしょ。あの人は。まあ、伝説の配信者だからね。行かないと変だよ。うん。長井先生来たよ。来てる来てる。うん。マストさんいらっしゃい。お、レイカちゃんこんばんは。135発。めちゃくちゃって感じしないな。うん。5万円ぐらいだからね。まあ、長井先生、アイテムもらってもブレないところがいいよね。アイテムもらっても全然ブレないからね。もらい慣れてるっつうか、もう元祖小月配信者だから。小月界の神様だから。小月キングだよ。小月キング。長井見てきたけど、花火10発だった。面白いの、あの人。千代子、長井先生って、配信の、いろんな配信者いるでしょ。有名配信者。その中で最古参だよ。多分。鮫島さんか長井先生かっていうぐらい。でももう、昔からトップの人。もう、面白いとかいうレベルじゃなくて、うなちゃんマンですら、長井はすごいっていうぐらいの。で、もう長井先生に憧れて配信をやってる人っていっぱいいるの。今言う、金梅さんとかそういうレベルじゃないのよ。金梅さんで、大手って言われても第何世、7世代とか、下の方なの。あの人も現役バリバリずっとトップにいる人。だからもう有名すぎて有名じゃないみたいな。うん。そうだね。だってパチンコ配信始めた。だって柴田がスロット YouTuber になった。っていうか配信者を始めた柴田のきっかけが長井先生の。だからもう世代が違いすぎて多分凄さがわかんないんだと思うよ。面白いとか面白くないとかじゃなくて、乞食をするとかスロット配信をするとか、雑談配信とかいろんな基礎を作った人は長井先生の。うん。隣芸っていうか、俺も正直あんま配信見たことない もうなんか、わけがわかんないっていうか、もう固定のファンがずっといるから、もうぶっちゃけ、なんつうの、アイテムしようがしまいがコメント面白くなきゃ読まないみたいな人だから、もうレジェンド中のレジェンドよ。だってみんなふわっちで今集めてると思ってるでしょ？違うよ。サンサイトやってるんだよ。だからふわっちは垂れ流してるだけなの、ただ。だからふわっちの閲覧1500じゃないのよ。FC2 ふわっち、あともう一つで、合計同時人数、もっといるのよ。そういうレベルの人。ふわっちだけに集中してやってない。分散して3つのサイト同時にやってるぐらいの人。うん。
そんな感じかな。長井先生知らなかったら、まあ知らない人が多いよな。知らなくて普通だよな。おい、こんばんは、ヒロニンさん。高橋先生知らないよね。でもね、もう、俺らは、そう、スタイルがもう確立。だから、なんつうの、黒帯の中の黒帯みたいな人だから、俺らみたいな、その、なんか、カラー帯でしょ。黒帯になるかならないか、茶帯とかなわけよ、俺らは。もう、なんか、黒帯の人はみんな強いからよくわかんないじゃん。やっと黒帯の強さわかるようになってきたのにさ。黒帯の中の黒帯見てもわかんないよ。ハートプレゼントありがとう。相手もありがとう。こういうことやんない、長い先生は。プップクプーとかやる必要ない。ねえ、来たね、セフィソ。セフィソなんかあれだな、なんか変な女口説いてやがった、今日。変な女だね。配信者、誰かの配信でなんか、俺とセックスしろみたいなこと言ってなかった。おー、SR さんどうもどうも。いやー、だから、金梅さんから昨日電話かかってきて、前と意見変わんないかな。っていうのは、どっから手つけていいんだろう、あの話。まず、ヒカルくんが超かわいそう。ただヒカルくんが被害者だと思ってて。でも、金前さんは多分配信者だったらネタにかかってこいよっていう感じなんだけど、俺はね、大きく見ると配信会のその相関図が変わると思ってる。今回の事件。要はね、ヒカルくんが金前さんを卒業するタイミングなのかなって思ってる。どこら辺いいんだ？元部長？元部長？にいる、今。で、名護の方に行こうと思ってんだけど、足がない感じ。そう。で、下手し、ヒカルくんがね、金梅さん超えるタイミングなんだよ。要は、育て終わったんだよ、金梅さんが。もう手に余るようになったの。金梅さんいつもそうじゃん。だからね、通過儀式なんだよ。で、荒野がどっちにつくのかっていうのが俺は気になる。正直言うと。もう、なんかね、もう金梅さんが悪いとか、タマさんがどうとか、もう、見たまんまだからみんなと一緒。ヒカルくんかわいそうだし、今さ相変わらずネタに走ってるだけだし、タマちゃんはやりまんってだけ。俺は別にどうも思わない。ただそれだけだから。別に解説する必要もなくて。顔綺麗、そう。ベッド？メイカ。そう、疲れちゃった。お前らも配信会を変える時期やろ。違う違う、俺らが配信会を変えるんじゃないんだよ。そう、メインストリームに俺は今いないから。俺はそうメインストリームに入りかけてるから。力をつけないといけない。もうグランドラインに入ってるんだよ。グランドラインに入ってて、これから4校とかと戦ってる。だから、ヒカルくんが4校に入る時だよね。荒野が、要は、ルーキーなわけだ。で、ヒカルくん側に行くのか、その、金梅さん側に、俺は正直言うと、金梅さん側にいた方がいいと思ってる。ただ、ヒカルくんについても面白いと思ってんの。要はヒカルくんが後輩を育てるのか、要は金梅イズム継承するのか、要はね、金梅さんってすごい大手配信者を生んだんだよ。野田ゾーリ、橋本くん、ヒカルくん、ランハゲとかいっぱいいるじゃん。で、みんな育ったと。で、これ、ヒカルくんが今この通過儀礼で離れるタイミングじゃん。で、この人たちって後輩育てられてないのよ。金梅さんは大手を育てたんだけど、後輩たちは大手を育ててないの。ヒカルくんが荒野を育てて大手にするっていうのも面白いと思ってんだよね。荒野は最悪の世代だよね、完全に。
いるから心配すんな。何いるからって。何がいるの。誰か出してくんねえかな。まあ、出してくんなかったらバスで移動するだけなんだけど。なんか、お後車出すよーって、いう、安室奈美恵級のギャルいないかな。億万長者で、安室奈美恵みたいな、顔立ちで、で、和道とエッチしたいって言って、で、名護市まで送ってくれるリスさんいないかな。いないか。3人ぐらいいると思ったんだけどな。嘘だ。いるの。死ね。とか言って。アキさんいらっしゃい。レイカちゃんって沖縄なの？いや、金馬さんは何も考えてないんじゃなくて、金馬さんはブレてないんだよ。インシナ？インシナって何？欲張っちゃったね、ちょっとね。いないか。安室奈美恵そんないないか。金馬さんは、セフィソーが言う通りで、閲覧が増えるためだけを考えてんだよ。帽子決まってない。帽子似合わないんだよね、俺。っていうかさ、のって言ったけどさ、冗談抜きでさ、レイカってさ、沖縄住んでんの？冗談か。いや、別に安室奈美恵じゃなくていいんだけど、レイカちゃんも全然可愛いと思うんだけど。誰か車出してくれる人いたら LINE ください。自宅じゃないね。自宅じゃない。民泊です。民泊。いいでしょ。那覇の民泊。オフパコはどう思う？いや別にオフパコなんかみんなしてるじゃん。別に俺ヒカルくんは別に、リスナーに言ってるから俺別になんもないよ。てかね、なんか結婚詐欺師みたいなやつ嫌いなんだよ俺。なんか、女から金引っ張ってるやつ嫌いで。色恋で金引っ張るとかクソダセえと思ってるから。だから別に好きな女できたって言ってるんだったら別にいいんじゃんみたいな。俺がなんか言うことじゃないやつ少なくと。具志堅みたいな親父を探してくればめちゃめちゃ面白いね。しょっちゅうねーっつって。だって、オフパコして何が悪いの？オフパコして何が悪いの？ひがみでしょ？モテないリスナーの。だって、女の子は好きな配信者とエッチができる。配信者もエッチができる。何が悪いの？ 俺どこが悪いのか一つもわかんねえわ。だから女から金引っ張ってる草、なんかもうどうしようもない男は、を叩かれればいいと思ってるけど。ねえ、合意なら OK じゃんね。ねえ、でしょ？いや、だってそうじゃない？好きな配信者とエッチできたら超興奮しない？しない？別に。来いよ。興奮しただろう。今。3人ぐらい。シュワー。こんばんは、かの。ねえ、オフパコ全然ありだよね。行くっつって。お前も今回は絡むな。沖縄実際来たやつと、絡め、し、れ、酒。何言ってるかわかんないわ。今回も絡むなって何？俺別に、自由にやるよ。ちょっと疲れてるね。海入って、美ら海行ってきたから。旦那とか子供いても、いいじゃん。もう、いいじゃん、別に。俺別に、旦那と子供がいても、和道に抱かれたいって言ったら抱くよ。絶対抱くよ、俺。胸毛もじゃまただよ。丸メガネ、いいよ。あれ、どこ行った、メガネ。あれ、メガネ。
おい、詐欺師。はい。うん、国際さんいらっしゃい。全然パコりたいでしょ。リスナーさんとのパコりは配信者に許された唯一の安らぎだから。こんなさ、配信やってて人生ボロボロにしてさ、一昔前まで1円の得にもならなくて、人生ボロボロにして何も手にすることもできないんだよ。唯一許されたオフパコを叩くってどういうことだよ。オフパコぐらいいいじゃんね。来たー、大好きーって。最初のうちはバレないようにな。バレたら裁判だぞ。いや別に裁判しても俺だって奪われる資産がないから。てかね、妻子持ちの方が多分ね、口堅いからね、あれバレないよ。妻子持ちの方が、バレたら絶対やばいの奥さんの方だから。要は配信者から金取るのことなんて無理なの分かってるから、奥さんがやられるのよ。裁判で。でも俺は別に、なんだろう、俺に抱かれたい女を拒まないけどね。もう俺彼女いなくなっちゃったから、もう正式にお別れしたから。もう沖縄で暴れまくってやろうと思ってるから、もう。沖縄で。俺のタケノコの里が暴れまくるから。今の奥さんの浮気不倫多いね。略奪愛。いや、違うでしょ。携帯の普及率と、奥さんの浮気率って上がってるの。昔で出会う場所がなかったんだよ。だから、低所得者の人が離婚をしてた。なんでかっつうと、低所得者は奥さんがバイトに行くから。だって、結婚して家を守らせるってあれ、浮気防止の意味もあるんだよ。だけど、もうどん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 崩れてきてんのよ。無理だよ。止めらんないよ。みんなやってるよ。みんな旦那が稼いできた金を配信者に渡して、オフパコだよ。なんかそういう時代だと思うよ。いいか悪いか別としてね。田舎の人の方がセックスする人多いでしょ。いや、俺、チンコめちゃめちゃ小さいって。謙遜する人とかじゃないから。普通に FC2 に動画にあるって。それじゃあ、メイプル超合金の安倍なつみみたいな女の子抱える？何？メイプル超合金の安藤なつみって。知らない、その人。俺でも結構太ってる人とか、セックス全然してるけどね。年齢かなり上の人とか。普通の女よりも、まあ、できれば可愛い女の子がいいけど、癖のある女でも全然いいよ。あんま気にしない。ヒサさん、風船10個ありがとう。抱けるか抱けないかじゃなくて、抱くか抱かないかだと思ってるから。いや、女芸人とかテレビ持ってないから、芸人とかわかんない、最近の。経験人数少ないよ、俺。ちょっと待って。1。ちょっと待ってね。1。1。2。2。3。3。4。5、5、6、7、8、9、8、9、10、10、10、ちょっと待って、10、10人ぐらいかな。俺テレビもう7年ぐらい見てないかな。ニュースやめて4年。テレビは7年じゃないな。9年ぐらい見てない。
いやー、タマとキンマはもう、付き合えばいいんだよ、もう。あそこまで光くんいじめるなら。いや、まあ、そんなもんでしょう。それが、そういう時代だよ。まあね、できれば好きな人と結婚して、好きな人と一緒にいるのがいいけど。まあね、そんな、綺麗にいかないんでしょ。10人ぐらいかな。オフパコで濁音になって選べない呪物が多い。え、何？ヒッターは配信者なの？タマちゃんは、まあ、そういう意味ではすごい、あれなんじゃないの？パコりたいんじゃないの？わかんないけど。パコりたい人が多いんじゃないの？俺は、俺のこと好きっていう女は全員恋人だと思ってるから。ワドちゃんか、キャワワっつって。俺のセクシーツイート、ジュノンボーイツイートにいいねをしてる女は全員俺の女だと思ってる。今何いいねぐらいついてんだろう。30人ぐらい、もう男も俺の恋人だから。俺のセクシーツイートにいいねをしてるやつ全員恋人だよ、俺の。今ね、いいねをしてくれてんのが、42人恋人いる。42人のリスナーが恋人。あ、いや。いいのいる。すごい可愛い女の子とリスナーさんでエッチしたことはあるけど。リスナーつかまあ生主なんだけど。ああ、情ね。俺大丈夫。俺はもうセックス、もう宇宙に連れて行くことができるから。もう本当。むしろセックスだけで全ての恋愛を繋いできた男だから。怖かった？何？どうしたの？ソニちゃんラブリー。どうしたの？こんばんは。泣いてるの？何が怖かったのか教えて。もうほんと、この人大嫌いなのにって言いながらもう抱かれてるから。大嫌いなはずなのに、どうしてっていう。あ、地震来たの？どこ？大丈夫？サニさん。こんな男忘れてやりたいのに、体が忘れられないの。全国各地に子供作る。いやー、俺はもうセーフセックスですから。コンドームマンが友達だから。否認、否認ですよ。否認の窓ですよ。巨根自慢は例外なくバカでブサイク。なんでそれ経験があるの？やりまんか？かの。縦揺れか。縦揺れ怖いよね。ダーンって。震源地だった。でも、モテない男って仕事できない男だからな。モテた方が絶対いいよ、男は。丸目が似合う？そう。似合う？ありがとああ、彼女欲しいな。可愛い彼女欲しいな。でも、俺に釣り合う女ってなかなかいないじゃん。わかりる。もう俺が超絶イケメンすぎてさ、もう本当に、ね、橋本環奈ちゃんぐらいしかいないからね、もみんなが認める女の子って。もう橋本環奈なら仕方ねえわってね、言うもんね、みんな。震度4だった。
大丈夫。セフレってやっぱり男は選ばないの？誰でもいいのかな？セフレって誰でもいい？セフレがいたことないからわかんない。いい歳して女女って追いかけてるのを見ると、苦しい時経験してなかったんだねって哀れになる。ああ、まあ、それはあるよね。いや、でも配信者ってそうでしょ。俺、ヨッサンの放送で感動したことあって。俺はニコ生やらなかったらセックス童貞だったよって叫んでた時にかっけえと思ったけど。すずいらっしゃい。そういうことでしょ。絶対モテないじゃん。職場にいてさ、よっさんに恋する？金梅さんに恋する？素敵ってなる？片輪ばっかりだからね。片輪しかいねえから。俺も含めて。絶対無理だろ、こんなの。あのよーとか言って。NG ですって。お前が NG だわって。ないでしょ。若い頃精神病院4年入院した？あ、そうなの。だからもうリスナーも配信も含めてもうだって気違いばっかりなんだから。どっかしら頭おかしいから配信見てるわけでしょ？配信やってるわけでしょ？ メガネいいよ。それはあると思う。どっかしらネジが足りない人たち。まともな人間なんて一人もいない。配信会には。正解でしょ。今日はね、民泊だから。静かに喋ってる。声は聞こえてる？大丈夫？声聞こえてるかな？あ、ありがとう、ひさ。素敵なメッセージありがとう。可愛い彼女が欲しいな。犯罪だから。それただの犯罪だから。でも、14歳で勃起するって絶対病気だと思うよ。俺、中学生見ても何も感じないもん。セックスしたいなんて思ったこと一回もないわ。それを自慢するのも頭おかしいと思う。犯罪自慢だよ、それ。俺は27歳ぐらいから36歳ぐらいが一番女の子が美味しい時だと思うね。女の子っていうか女性が好きだから俺は。こう27歳でもちょっとまだ早いかなっていうぐらい。人によるけどね。27から一番若くても27だね。で、27から36ぐらいが女の旬だと思ってる。明日はね、名護の方に行きたいんだけど、誰か車出してくんないかなと思って。どういう女の子がタイプなんですか？なんか気になります。個性的な人？魅力がある人っていうか、自分を持ってる人。もうほんと見た目とか全然気にしない。年齢も気にしない。性別も職業も何も気にしない。とにかく、なんかこう、追いかけたくなる魅力を持ってる人が好き。じゃあじゃあ、旬の時期ね。別に60歳でも俺は恋愛好きになったら60代でも全然セックスできると思ってるから。パイセンの悪口言ってねえわ。まともな女なら普通の年齢は彼氏いる。それは言っちゃダメだよ。愛子の勢いが今後怖い。ビッグマム。ビッグマムは言い過ぎだろ。最悪の世代でしょ。荒野と一緒で。なんだっけ。大食いのジュエリーだよ。ビッグマムは早すぎる。
ビッグママは桃襟でしょ。うちなーっつって。めっちゃ可愛いやーんっつって。ビッグママは桃襟とかだよ。格闘女子。ああ、全然。めっちゃ大きいって何 ?4 メーターぐらいの女来たらびっくりするかもしんないけど。身長でかいんだ、つって。いいじゃん、モデルみたいだ。って。4メーターあるの、つって。マジかよ、つって。でも4メーターでも付き合うか、格闘女子。別にだから、なんだろう、心かな。4メーターぐらいだとさすがにちょっと、どうしようっていうね。配信的には面白いけどね。20歳差あったら若返る。一番年が離れてたのは、のんちゃんか。15歳上だったから。バギークラス。いや、まだ早い。まだ早い。まだ早い。俺がちょうど七部会に入ったぐらいだ。あ、ごめんね。ごめんごめん。俺ワンピースで言ったらごめん。ロロノア・ゾロかトラファルガー・ローって言いたいのわかるけど。スラムダンクで言ったらルカワだし。ドラゴンボールで言ったら俺トランクスだから。ごめんね。言わなくていいから。コメントに書かなくてもわかってるから。ね。ハンター・ハンターで言ったらキルアだし。沖縄の旅歩きですか?車旅ですか?今迷ってる。適当。適当です。はい、適当です。持ってねえだろ、お前。トランクスだろ、お前。どう考えても。ふざけんじゃねえよ。どう考えてもトランクスだろ。あ、でもなんか、チャンピンゾロっぽいよね。チャンピンなんかゾロっぽい。ウソップでーす。どうも皆さんこんばんは。ウソップでーす。はい、どうも。ヤムチャでーすって。はい、カズミは雑。安田美沙子みたいな人相手してくれない。安田美沙子っていうかさ、芸能界とかグラビアやるのってぶっ飛んで美人だからね。しかも安田美沙子ってグラビアでトップ走ってたんだよ。バカじゃないの、本当に。あ、ありがとう。じゃあ、かのんちゃんの、LINE 待ってます。カノンちゃんからの、ヤジロベエ。ヤジロベエはあれだよ、ベジータ倒した男だからな。あれ、すげえよな。ヤジロベエいなかったら地球滅んでたからな。じゃあ、カノンちゃんからの、写メ待ってます。LINE 待ってるね。今すぐ LINE 送ってきてください。ウーロン。ギャルのパンティー送れーっつって。LINE 来た。なんだよ、のんちゃんから来た。のんちゃんから来た。のんちゃん言いたいことがあるんだったら、トツかけてきてください。新宿に帰ってきたら、ドラゴンボールが亀仙人。亀仙人強いよ。月吹っ飛ばすんだよ。カメハメハで月吹っ飛ばしたんだよ。めちゃめちゃ強いだ。もしもし。なんでキスシーンだけ消してあるの？俺編集してないけど。もしもし。
もしもし。残ってないけど、動画に。え？動画に残ってないけど。いや、知らないけど。じゃあ、検証して。なんで検証をすんの？だってしてないんでしょ？してないよ、キスは。で、してるかしてないかみんなに見てもらえ。してないっつってんじゃん。してないもんはしてないんだよ。いいじゃん、終わったんだから、俺のこと好きじゃないんでしょ。疑ってるのはのんちゃんだ。なんで俺が検証枠を開かないといけない？間違ってない？言いたいことあんな、全部聞くよ。聞いてる？ん？トツ切れた？切れた？なんで勝手に切るんだろう。停止です。いや、今飲んじゃう。もう、縁切るっつったのに。関係ないだもん。ねえ。俺はそれよりもカノンちゃんとの恋があるから。カノンちゃんとオフパコすることしか考えてねえから。人の恋の邪魔しないでください。彼女じゃない、元カノ、今のは。彼女いないよ。元カノ。ねえ。俺別に YouTube に消してないし、キスシーンとか。俺大体 YouTube 編集してないから。もうだいぶ前に別れたよ。別れた時言ったじゃラムマルマルさんからブロックされた。ラムメロさんかな？ブロックされた。ステマ？ステマやってた。そうなんだ。痛いところついちゃったんだよ。多分聞いちゃったんだよ。本人は別に普通に質問したつもりでも、意外と配信者がダメージ受けることあるから。多分本当にステマだったんだ。いいじゃんな。どこで俺が誰と付き合おうと。もう俺のこと嫌いでもう関わんないっつったんだから。のんちゃんと別れて数ヶ月間経つよ。あれ？コメント止まったな。大丈夫、見えてる？俺がどこで誰とパコろうと知ったこっちゃないでしょ。いつまで彼女の、いつまで彼女のつる、彼女ずらしてんだよ。あ、ありがとう。なに、それは、ライクなの？ラブなの？ライクなの？ラブなの？昔の動画で後ろからスカイプ通知者と喧嘩してるのを見た。和道の精神力は立派だ。あれ、ミュールだよ。ミュールと喧嘩してたんだよ。てつ、ミュールわかるでしょ？リスナーの。ミュールすごい古参なんだよ。MK さんいらっしゃい。
初コメありがとうございます。MK さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね。コメントありがとう。海の配信綺麗だったでしょう。ね。クリーム文鳥いいね。かわいい。シルバー文鳥もクリーム文鳥もかわいい。優しいし、間違えてることは間違えてるって言うし。で、かずみちゃんからの LINE 待ってるわ。彼女絶賛募集中だから。彼女絶賛募集中です。うん。コロッケリラックマルさんいらっしゃい、こんばんは。アドツー。うるせえな、なんだよ。もしもし。一旦前の別れだとか言ってさ。ちょっと待って。音、調整するから待って。ちょっと待ってね。あと、勝手に切らないで、プツって。そっちがかけてきてんだから、最後まで話そう、ちゃんと。わかる？聞こえる？うん。聞こえる？うん。冷静に話をしよう。うん。冷静に。もしもし。するよ。ん？するよ。いい？冷静に話できる？うん。うん。何？どうしたの？ね、だいぶ前に別れたとか言ってさ。うん。沖縄に行く前、さ、前日にさ、フェラしてたじゃん。その前の日だってさ、ずっと泊まっててさ、毎日泊まりに行ってたんだ。それに付き合ってなかったっていうの？で、ずっとさ、配信に映るなとか言ってさ。でさ、のんちゃん後ろに隠しててさ。それでさ、じゃあもうそろそろ配信やろうかなって言ってさ、後ろに隠れたまま配信してたじゃん。鍵預けるからって言って。え？いつでも来ていいって言って。え？で、のんちゃんご飯作ってとか言ってさ、ナポリタン作ってとか言うからさ、うん、スーパーまでさ、買いに行ってさ、ナポリタン作ったりさ、他の時もさ、洗濯物溜まったら洗濯したりさ、してたじゃん。そうなのか。一緒にお風呂入ったりしてたじゃん。ね、のんちゃんかわいいよとかさ、美人だよとか、愛してるよとか言ってたじゃん。で、今度さ、なんかさ、たくみさんがせっかくさ、気を利かせてくれてさ、釈迦預かろうかって言ってくれたからさ、のんちゃんさ、じゃあそれのさ、前も預かってもらって安心だったからさ、うち猫3匹いるしさ、隔離してもさ、なんかあったら危ないと思ったからさ、魚持ってさ、
たくみさんに預けた方が安全だと思ったからさ、そこ預けたのにさ。それでなんか炎上してたらさ、たくみさんの立場だってないじゃん。せっかくたくみさんがさ、そうやってさ、気回してさ、のんちゃんの通うの大変だろうからって言ってさ、わざわざさ、社会の面倒を見てくれるってさ、たくみさんの方から言ってくれたのにさ。いや、俺が悪いの？え、だってもうずいぶん前に別れたって今言ったじゃん。いや、ずいぶん前に別れたでしょ。あの警察の時に。え、それからな、じゃあなんでさ、ずっと家にさ、呼んだりさ。で、帰る、のちゃん帰るってもさ、え、帰ったら嫌だとか言ってさ、泊まってくとか言ってさ、泊まってってとか言って。誰が？え、和道さんが。いや、もうやめよう。これ以上のんちゃんが叩かれるの俺見たくないから。のんちゃん叩かれてないよ。いや、たまちゃんみたいになるよ。何されたまちゃんって。たまちゃんみたいになりたいの。何たまちゃんって。あの、ヒカルくんと、ほら、ヒカルくんの彼女だった人。金梅さんと今できてる人。なんでどう違う？全然違うじゃん。え、ちょっとよくわかんねえわ。何がしたいの？だって、もう、あ、二度と会わないし、関わらないって言ったじゃん。配信で嘘ついて、のんちゃんのこと悪者にしてるから。違う。のんちゃんを守ってるんだよ。俺は。全然守ってないじゃん。で、配信にさ、女が映るとさ、女リスナーがさ、減るからさ、売り上げが落ちるって言ってさ。そうだからさ、のんちゃん映んないでって言ってさ。で、ちょっと隙間から映ったりさ、映ってたからさ、ちょっと気をつけてとか言ってさ。その話はやっとけ。何？別の話しよう。ちゃんと話しよう。話してるよ。うん、ちゃんと話しよう。ちゃんと全部さ、真実のこと言ってるもん。何が？ん？とか付き合ってたってことでしょ？そうやってさ、セックスもしていてさ。どんなセックス？だセックスはだって、のんちゃんも気持ちよくなるわけでしょ？ん？違うよ。は？和道さんが、あの、のんちゃんがさ、フェラした後にさ、その後にさ、仲出ししたいからさ、のんちゃんさ、のんちゃんの中に入りたいって言ってさ、ずっと毎回さ、仲出しするだけで。フィニッシュをさ、なんか生でさ、仲出ししたかっただけでしょ？行きそうになったらさ、のんちゃんの中入りたいって言ってさ、生で仲出ししてたじゃん、ずっと。のんちゃんは気持ちよくなかったの？のんちゃんはあんまり気持ちよくなかった。で、和道さんがそれで喜んでくれるんだったら、
いいと思って、それでやってたの。そういう風にしたいって言うから。で、普段の時もさ、もうなんか気持ちよすぎて生き方忘れちゃったとか言ってさ、のんちゃんの中に入りたいって言うからさ、生でやったら気持ちいいのかなと思うじゃん、そしたら。何言ってんのか全然わかんねえわ。なんで？ちょっと冷静になろう。だから、ありのままを言ってるだけで、のんちゃんだってさ、作り話できないの。和道さんみたいにさ、なんか話を持ったりとかさ、なんかそういうのできないの。俺が話持ったことなんか一回もねえよ。え、あるよ。ないです。だいたい持ってるじゃん。何だいたいって。持ってねえよ。何だいたいって。のんちゃんのこともさ、なんかさ、障害者扱いしてさ、うん、もうさ、一級レベルとかさ、なんかそういう話するじゃん。入院レベルとか一級レベルとかしたじゃん。全然健常者だ。でも、俺は最低ってことだよね。最低。うん。でも、いいじゃん。別れたんだから。嘘つくから。うん、嘘なんかついてない。何嘘ついたの？ん？のんちゃんが、釈迦を、たくみさんに押し付けたみたいな話になってた。実際そうじゃん。てか、たくみさんが好意で気を利かせてやってくれたことでしょ。もうどうでもいいんでしょ。ツイッターにも書いてたじゃん。もう関わらないって。それはキスしたからって。いや、キスしてないから。で、検証動画してよ。しないよ。見せられないでしょ。いや、キスしてないもん。見せられないからでしょ。何回見てもそこの場面が映ってないもん。知らないよ。え、じゃあ警察連れてた後は何だったの？あれでもう別れたってことになってたの？いや、俺は別れたと思ってたけど。え、それで鍵渡してさ、洗濯させてさ。鍵渡してないし。今だと思ってる、その前だと思ってた。それは、あれでしょ？逆預かるからでしょ？その前から持ってたじゃん。その前から持ってないよ。持ってたよ。持ってないよ。俺のテーブルの上に鍵ずっと置いてあったじゃん。
じゃ、セフレにしてたってことなの？のんちゃんがセフレだっつってんだ。言ってない。言ってたよ。なんて言ってたの？セフレでーすって。言ってない。コメントしてたよ。言ってない。いや、もう終わったんだからいいでしょ、別に。何かしら今言いたいことがあるから聞くって言ったじゃん。何でも聞いてんじゃん。だから話したい。うん、分かった。ずっと前に別れたって言ってたから、その間は何だったのかって言ってさ、確かめようと思ってたけど。ずっと前に別れたじゃん。じゃあ、なんでさ、洗濯させたりさ、フェラ出したりさ、セックスさせたりしたの？洗濯は俺し、勝手にしたんだろう。俺は洗濯したいって言ったのかよ。じゃあなんでさ、ご飯作ってとかよ。いや、お腹空いたらご飯作ってもらうでしょ。ご飯、じゃあなんで作ったの？ご飯。付き合ってると思ってたから。沖縄に行く前日まで、当日まで付き合ってると思ってた。うん、だからもう今思ってないんでしょ。もうだって二度と関わんないって言ってんだからもういいじゃん。俺が今までお前にいくら使ったと思ってんだよ。もうそういう話させんなよ。かっこ悪い話させんなよ。いくらとかってそんなのお互い様じゃん。だからそういうかっこ悪い話させんなってお前に何回おごってきたと思ってんだよ。のんちゃんのとかに出しててじゃん。今まで何食わせてきたと思ってんだよ、ほんと。食品。ラーメンとハンバーガーと牛丼。ピザーラもだろ。ピザーラ。ドリンクも頼んでたよな。コーラ。サイズは？ピザのサイズ？うん。L だよ。不満なの？別にそういうので不満に行ったことないじゃん。美味しいねって言って食べてたじゃん。ただ単に和田さんがさ、女リスナーがさ、少なくなるからさ、別れたいだけなんだよ。いや、別れるって言ったらのんちゃんだからね。で、なんであのさ、スティゴロンとさ、まあ、あともう一つ言ったけど、炒飯もおごってるからね。炒飯？炒飯お前連れてってったんだよ、俺。やめてくんない？ほんと。
中野坂上の行きつけの店に連れてってるわ、俺、炒めし。名前が出てこない。だから、名前が出てくるような店じゃねえから、ほんと。え、チェーン店でいっぱいあるさ、なんかさ、ラザニアみたいなさ、390円のやつ食べてる。下にさ、ご飯がついてるさ、ああいうやつさ、なんて言うんだっけ。ミラノフードリアさ、一個食べた。ドリンクバー飲んでなかったっけ？ん？飲んでないよ。いつも水だもん。え、その時俺何食べてたっけ？その時、なんか、ハンバーグとか、なんかいろいろいっぱい食べてね、俺いっぱい食べて、ドリンクバー頼んで、た。飲んじゃミラノ風ドリアしか食べさせなかったもん、俺。ミラノフードリアと水。俺はハンバーグと、ピザと、ドリアと、サラダと、ドリンクバー頼んでたよね。な、その話はいいや。じゃあ、いつ別れたことになったの？捨て頃の前の時？そう。捨て頃の前の時にさ、なんか別れるって言ったのにさ、どうしても見に来いとか言ってさ、誰も連絡先わかんないのにさ、チケットをさ、ミュールに渡してさ、どうしても来てほしいとか言われたからさ、しょうがなく見に行ったんだ。そしたらさ、仲直りしたんだと思ってさ、勘違いするじゃん。そうやってさ、して頃のさ、何回も断ってさ、行かないって言ってんのにさ、当日までさ、チケットをさ、販売の人に預けてさ、ずっと待ってたっつってさ、で、当日行ったらさ、なんかさ、ミュールがさ、チケット持っててくれてさ、で見たんだよ、捨て頃だって。何回も何回もさ、呼ばれたってよ。もうそれ以上続けると大変なことになるからやめとけ。大変なことって何？でも大変なことになるからそれ以上はもうやめとけ、もう。やめよう。じゃ、どの時点で別れたの？のんちゃんがさ、警察に連れてった後にさ、捨て頃だよね。そうだね。それなのにさ、別れたって言ってさ、捨て頃え、にな何に、回も付き何合うっ回て言っもたの俺。付き合うって言ったの。さ。で、なんでお家に呼んだりしたの？呼んだんじゃなくて来たいって言ったから来たんでしょ。俺から呼んで、だ？帰れって言えばよかった。次いつ来るのって LINE でさ、してきたんじゃん。和道さんが。
じゃ、なんでのんちゃん、年齢、俺に嘘ついてたの？若く見られたかとか。なんで、35って言ってたよね。本当の年齢47じゃん。違うよ。違くないでしょ。まだ46だよ。もう変わんないよ。俺いっぱい嘘つかれてんの。俺最初に嘘つかれてんじゃん、のんちゃんに。本当は15個上だったじゃん、俺の。わざさんもお酒飲めないとか言ってたのにさ、ガンガン飲んでてじゃあ、俺はお酒飲めないんじゃなくて、飲まないの。だからもう終わったことはいいじゃん。もう俺のこと終わったことがいいのにさ、自分が配信でそういうふうに言い出したんじゃん。のんちゃんの名前出してきたんじゃん。いやもう言わないよ。ごめん、悪かった。もう話題に出さないよ。のんちゃんのこと好きなんでしょ。証拠出せよ。俺がのんちゃんのこと好きっていう証拠あんのかよ。そうやってさ、配信に名前どんどん載せてさ、のんちゃん電話してこいよって言ってさ、電話してほしかったんでしょ。終わったの？のんちゃんと話したかったんでしょ。いやもう終わったの。俺はもういっぱい問い合わせ来てるから。もう、彩香と付き合うから俺。じゃ絶対彩香と付き合って。いや、彩香と付き合うからもう。で、今から彼女は彩香って言って。いや、じゃあ、彩香と電話して、あれだよ。もう彩香は俺の女だよ。で、今から言って。そういう風に彩香と付き合うって。あやかに言って。あ、じゃあ電話して。じゃあ電話するわ、あやかに。うん、できるよ。ほんとシャイな女だな。ほんとシャイだわ。昔からそういうとこあっかんな、彩香は。彩香ほんとシャイ。ほんと可愛いわ。終わり終わり。普通の放送しよう。ごめんね、みんな、なんか。ごめんごめん。全然いいから、ほっといて。終わった女だから。のんちゃんとは終わったんだ。
ねんねん。ただいま。聞こえる？声聞こえる？うん。うん。あ、声小さい。うん、ほら。エミリーさんいらっしゃい。俺に、ねえ、俺に付き合いたい人 LINE ちょうだい。彼女いないから。これ小さい？ちょっと待って。うん。愛はどっち？これこもってる？こもってる。あ、ちょっと待って。声がこもってる。あ、あ。ちょっと待って。あ、聞こえる？聞こえる？うん？聞こえない？あ、あ。どう聞こえる？普通に聞こえる？聞こえる？俺と付き合いたい人いたら、とつかけてきて。じゃあ、こもってる。あ、あ、聞こえる？俺、人気配信者だからさ。俺と付き合いたい女なんていっぱいいるんだよ。聞こえる？普通に。もういいよ。終わった恋はもう。なあ。ちょっともう明日の配信に備えようかな。なんかしらけちゃったよね、リスナーさんも。もう終わりにする今日は。いや、俺セックスするときは絶対コンドームつけるから。なんかもう嘘ばっかりだ、本当に。アイテムタイム。スカイプ追加してくれたの？エミリーさん。ああ、じゃあ、エミリーだよって、ふわっちから来たエミリーだよって、メールちょうだい。ふわっちから来たエミリーだよって。あ、ちょ待って、今電話するわ。ちょ待って。ちょ待ってね。もしもし？もしもし。はい。大事な話があるんだけどいい？何？怖いんだけど。いや、めっちゃ大事な話があるんだけど。何？病気？いや、全然病気とかじゃなくて。どうしたの？あやか今好きな人いんの？今？好きな人ってどういうの？あ、まあいいや。好きな女とかいても関係ねえわ。うん。あやか俺と付き合わない。今配信中じゃろ。いや、配信してねえよ。ほんま？いや、付き合うって飲んだんわ。いや、それを話すと、え、飲んだんは？
いや、だから、そういう、まあ、それは、あれだよ。置いといて。置いとけんけど。置いとけない？何の話？え、のんたん。のんたんはもう、あれだよ。警察に突き出したとき別れてるから。あれから会ってねえから。もう警察に突き出したから一回も会ってない。なんか、捨て頃見に来てたらしいけど。あ、そっか。やけになったん？いや、やけになったよ。あれは、なんとか、マッサージする人。解放？うん。解放は別に友達だけど。はい。なんか最近、彩香の夢見るんだ。どんな夢？なんかもう、彩香と付き合ってる夢。嘘？嘘だわ。だろうね。私も最近、和道さん、あんまり出てこんな。お前何、浮気してんの？してないよ。お前、俺のことめっちゃ好きって言ってたじゃん。うん、好きだよ。じゃあ付き合おうよ。やだ。やだ。うん。だっていろんな女の人とそう、女の人にさ、そうやって言ってるじゃん。ね、酔ってるの？な、寝てるの？ああ、ごめん、寝てたわ。ごめん。もう。なんだよ、俺のこと嫌いなの？嫌いじゃないよ。好きだよ。どれくらい好きなの？どれくらいだろう。でも、最近さ、大衆演劇見てるんだけど、それ見てるときも、なんか考えるよ。あ、これなんか、役者になればいいのになと思って、和道さんが。うん。あ、鼻高いしさ、役者になったら、配信者やめて。まあ、配信しながらでもいいけど。いや、まあ、オファーは結構来てるから大丈夫。オファー？あの、役者っていうか、まあ、主演で、ちょっと映画撮りたいとか、ドラマとかいっぱい来てるけど、仕事は選ぶから。いや、大衆演劇の役者になりなよ。俺は自分で、自分のステージは自分で選ぶから。まあ。うん。酔ったん？酔ってない。なんかあれやね、元気がないね。俺、彩香に会いてえわ。何急に。なんか怖いんだけど。今配信してない？なんかそういう気がする。絶対してないって。本当に。いや、配信してたらどうの？じゃあ逆に。配信してたら、ネタとして普通に、受け取る？受け止めるけど。あ、じゃあちょっと待って。配信つけるわ、じゃあ今。ちょっと待ってて。ちょっと待ってて。ちょっと待ってて。何しようのガチャガチャ。ちょっと待って、設定があるから。設定？あ、つけたわ。見えてる？
あ、見えてる。あ、ごめんごめん。ワドツでーす。はい、ワドツ。あ、ごめん、いいよ。ついたよ。なんか、うん。うん。いや、俺、あやかと付き合いたいんだよ。いきなりでごめんね。会ったこともないのに。でも、お前、そうだな。うん。会ったこともない。年下ぶりだし。うん。私は絶対無理って言っとったじゃん。気違いだなんだ言ってさ。いや、よくよく考えたらお前しかいないわ。なんでいっぱいいるじゃん、女の子。まあ、いっぱいいるけど、俺が好きな女はお前しかいないわ。うん、何急に、何これ。罰ゲーム？うん、罰ゲーム。罰ゲーム、うん、罰ゲーム、なんか、いや罰ゲームじゃなくてね、企画、いや企画とか罰ゲームじゃないけど、うん、嫌なの俺と付き合うの。え、嫌じゃん。いやだって付き合ってどうするの。でも別に、いや、嫌ならいいけど。嫌じゃないけど、だっていっぱいいるもん。いっぱいいるでしょ、そういう人。いないよ、一人も。いや、いるよ。いないよ。いや、やっぱ、のんたんがどうしても気になる。いや、もう、その名前聞きたくない。その名前聞きたくない。はぁ、うん、どうしてもでも気になるな、なんか。いや、もう、だいぶ前に終わってるから。うん。うん。今どこ、なんか海におるよね。海じゃない、沖縄。沖縄にいるよ。うん。今、スイートルーム。あ、そうな。うん、ホテル？そうそうそう。リッツカールトン。え、そんなんあるの？沖縄に。あるあるある。沖縄の那覇のリッツカールト。検索してごらん。へぇー。うん。そう、ね。の、スイート。沖縄あるっけ？あるある。リッツある。あるんだ。うん。あ、外人多いからってこと？いや、外人多いからっていうか、まあ、沖縄にあるよ。いいじゃん。うん、何泊すんの？あと何日おんの？いや、まあ、別に、好きなだけ言おうかなと思って。うん。うん。鳥は？鳥？釈迦のこと？釈迦はあれだよ。ずっと匠さんが預かってる。うん。まあ、楽しいんだよ。いや、楽しんでよとかじゃなくて、俺と付き合わないかって言ってんの。いや、なんか、なんか怖いんだけど。なんだ怖いって。なんか急に、そんなこと言われても。いや、前から言ってたじゃん。え、言ってないよ、そんなこと。もっといい人いるとかさ、遠回しにこう、振ってさ、私のこと。ね、ずっと。いや、俺は彩香が好きだわ。俺彩香と付き合いたいわ。なんで急にそうなったの？なんかあったの？いや、もう、よくよく考えたら、もう彩香しかいないわ、と思って。よくよく考えたらって、会ったこともないじゃん。会ったことないかったら付き合えないのかよ。俺そういうのは違うと思うよ。会ってなくても、好きなもんは好きだと思うよ。会ったことないから付き合えないっていうのは最低の言い訳だと思うよ。なんか言わされとる感じすごい。誰に？誰かに。なんかすごい嫌気になってる感じ今。例えば誰に？誰かわからんけど。なんかおかしいよ、様子が、ね。逆に様子がおかしくなかったことねえわ。あ、いつもおかしいの？うん。うん。
や、なんか違うね、今日。あ、そう。うん。うん。わかったわ。じゃあ、諦めるわ、綾香のこと。うん、何なのそれ。ねえ、いいよ。俺は、綾香のこと諦めるわ。諦めるもな、もうさ。まあ、うん、私はずっと好きだから。別に付き合いたいとか、まあ、セックスはしたい。まあ、そういう感じなの。付き合いたいくはないかな。なんか付き合ったら、ダメでしょ。じゃあ、付き合う前にセックスする。どうだろう。できないと思う、多分私。逃げると思う。うん。だって目の前にいるんでしょ、裸で。うん。多分逃げるわ。うん。恥ずかしすぎて。うん。っていうか、本当はあれだろ？好きな男ができたんだろ？誰がおるんだって、私。いや、大衆演劇のやつパコろうとしてるんでしょ。そういうツイート上げてたじゃん。ツイッターに。どういうの？なんか、ツイッターになんか書いてたじゃん、お前。読み上げていいの？そういう気が、うん、でもそういう気があって、待って、鍵垢じゃないよね。そういう気があったら、送り出しの時にいつも抱いてくださいって言うよっていうのは知ってるよ。そういう気は私全くないのにそうやって言われるからさ。え？ちょっとそれ説明してどういうこと？だからなんか、そのニコ生でさ、配信とかしてたら、うん、なんか純粋に芝居とか見るんじゃなくて、うん、パコりたいだけだろみたいな役者とね、うん。なんかめっちゃそうやって言われるからさ。うん、なんかあと大衆演劇見に来るお客さんとかにも、うん、だけどそうやって言われるけん、いやそういう気があったら、うん、送り出しがあるじゃん、最後挨拶で握手できるんだよ、うん、みんなとね。知ってる知ってる。うん、その時に抱いてくださいって毎回言ってるでしょ。あやから連絡先渡したりさ。いやだから言ってるんでしょ。言ってないよ。あ、そうなん。言うわけないじゃん。いや、まあ一人ね、ちょっと名前は言えないけど、ちょっとやっちゃったんだよ。やっぱ浮気してんじゃん、お前。浮気じゃないじゃん。だって付き合ってないじゃん、私、和道さんと。で、和道さん、私のこと興味ないじゃん。気違いだの、なんだの言ってさ。俺、彩香のこと好きだよ。知らねえよ。本当かどうか。なんかもうネタにされとる気でしかないもん。ネタじゃねえよ。やめろ。俺は女をネタにしたことなんか一回もねえよ。え？そうなん？のんたんはネタじゃなかったの？ネタじゃなかった。いや、ネタじゃなかったの。そういう意味じゃ、本気だけど、そのたまにさ、ネタとしてこう出したりしよったじゃん。いや、俺は配信に女出さない主義だから、そういうの一番嫌いだから。お前のこと守るから。ね、和道さんだよね、ほんとに。いや、俺だけど。え、なんか、声変えてる？声変えてるっていうかなんか、今さ、沖縄で誰と言ってんの？一人だよ。なんか他の配信者と言ったんじゃない？で、他の配信者が言ってないこれ。いやいや、じゃあ、テルはもう別れた。テル？テルチャンピン。ああ。うん。いや、綾香。うん。俺、マジで好きなんだけど。いや、急に、だって急に言われてもわからんよ。え、じゃあ、考えてくれる俺と付き合うの、彩香。付き合ってどうすんの？どうするの？どうするっていうかさ、うん、だって年下無理って言ったじゃん、ずっと。いや、人を愛する。何があってこんな心、なんか急に心が変わったの？いや、俺ずっと彩香のこと好きだったの。よう言うわ。いや、マジで。きっかけは、彩香の写真リツイートしたじゃん。何のやつって？彩香の写真リツイートしたじゃん。
ああ、ビフォーアフターのやつ？そう。この綾香を見て、あ、こいつだって思った。だ、ビフォーでしょ？あ、ビフォーじゃない。あ、ビフォーでしょ？あ、そうだね。ビフォーの方だね。アフターは、とりあえずアフターは今アフターだよ。あ、こっちなの？うん、今アフター。まあ、まあ、あそこまで、あれはちょっと、大げさにやってるけど、二重顎とか。え、マジで？でもまあ、アフター寄りの方じゃない。嘘？え、違う、ビフォーはだってあれもう、6年前の写真とかだよ。え、こっち6年前なの？お前。うん。え、何？金梅好きだった頃。マジで？え、こっちじゃないの？え、こっちが今のお前の。え、それ、うん、アフターが私、今の私。え、アフターってどっちかな？ちょっと待って、ちょっと待って、俺好きになった女さ、メガネの方な、うさぎちゃんとメガネの方なんだけど。それ6年前やね。これ6年前の？うん、21歳の頃。え、じゃあこのなんか二重顎のデブは？うん。それ私、今の私。今、まあ、あんな太ってないけど、まあ、どっちかよりだ、どっちかだったら、まあ、アフターよりかな。その写真が半年前、うん、違う、1年前ぐらいの写真だから。マジか。うん。6年前か。21。うん。うん。何？うんって。いや。ああ。うんって何？最近元気？私？うん。元気だよ。うん。なんか大衆演劇見て元気出せよ。そう。うん。なんか美味しいものとかいっぱい食べて。うん。俺も沖縄。何美味しい。うん。うん。なんか。なんか終わらそうとしてるでしょ、今。え？してないしてない。終わらそうとしてるでしょ。してない？してないしてない。なんか急に。うん。うん。うん。じゃあ、今後もお互い頑張っていくってことで。うん。うん。なんか、うん、わかった。沖縄いつまでおるの？来る？今から。行かない。沖縄好きじゃない。どこが好きなの？どこがいいかな。西新宿、西新宿5丁目とかは行ったことないもんだって、新宿は。あ、そっか。うん、うん、まあまた配信見に行くわ。全然来ないじゃん、お前。花火投げねえし。いや、ちょいちょい覗いてはいるんだけど。いや、花火なんせ忙しいからさ、大衆演劇で。花火もっと投げてくんない？花火？うん、また投げるわ。今週マンスリーランキング、1位狙ってるから。うん。よかった。今月何発投げれんの？まあ、3発ぐらいかな。少な。3発ぐらいかな。少な。3000円だよ、だって。少ねえわ。大衆演劇2回目に行ける。何お前、俺、大衆演劇に俺の放送負けてるって言いたいの？いや、ただやっぱ現実逃避できるからさ。じゃあ俺と付き合ったら現実になるんだよ。いや、もういいわ、その話。そうだな。うん。いいや、やっぱり。何いいって。あ、いい。その話はいいや。うん。うん、痩せたら電話して。いや、ちょっと痩せたよ。あんな太ってないよ。アフターほど太ってないよ。いい、もうちょっと痩せたら電話してきてよ。何キロ？6年前何キロだったの？6年前が41とかかな。今何キロの？今49ぐらい。でも痩せたんだよ。マックス15キロ太って。ね。うん。それで、結構落としたよ。7キロか8キロぐらい落としたんだよ。あ、そうなんだ。そう。うん。え、なんで？もう少し、あと、まあ、なんで痩せようと思った？彼氏と別れて、うん、だから前も多分言ったと思うけど、前の男がすごいデブだったから、うん、同じように生活してたらさ、うん、なんか太っちゃって、うん、で別れて、うん、別れて気づいたのよ、自分がその15キロ太ったっていうのね。はいはいはい。
あ、これやばいわと思って、うん。まあ、やばい、ね。ダイエットしたの。うん。わかる。うん。うん。あと9キロ痩せたら、LINE かけてきて。9キロ？だって4、9キロじゃないの、41、違うか。いや、まあ、あと痩せても3キロぐらいでいいんじゃない？いや。ガリガリ嫌だって言ってたじゃん、前、和道さん。放送で。まあ、まあ、いいや。じゃあ、痩せても太ってもいいや。うん。うん。いい。うん。花火投げに来て放送。うん、またね、行くわ。うん。うん。頑張ってね。うん。ありがとう。うん。じゃあね、おやすみ。おやすみ。愛してるよ。はい。はい。愛してるよ。愛して、あ、切れやがった。寝るか。花火も上がんねえし。寝よ。うん、ね、彼女募集中です。はい。彼女募集中でーす。沖縄に住んでて、フェラーリに乗ってて、資産が50億以上ある安室奈美恵の女性、LINE ください。お疲れ様でした。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。やめて。